BD プラス144559は地球からペガスス座の方向に約160光年離れた位置にある重等級の構成である。BD プラス144559は質量と半径が共に太陽の8割程度で高度は太陽の約3分の1ほどしかない。スペクトル分類では K2 ボルト型もしくは K5 型に分類される。 2009年にドップラー分光法による観測で BD プラス144559を公転する太陽系外惑星 BD プラス 144559B が発見された BD プラス 144559B は主星 BD プラス144559のハビタブルゾーン内を公転しているとされている BD プラス 144559B は 少なくとも木星の約1.5倍の質量を持つとされるため、固体の表面を持たない巨大ガス惑星であると考えられるが、周囲に十分な大きさを持つ衛星が存在していれば、そこに液体の水が存在できるかもしれない。また、惑星との調汐作用により、衛星にプレートテクトニクスやダイナモ効果による磁場が発生する可能性もある。 また、視線速度の観測から 2.3AU 以上を離れたところに、木星の2.4倍以上の質量を持つ、第二の惑星の存在も示されている。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの境外惑星系を命名する、機会を提供する、i a u 百ネームエクセワールズプロジェクトにおいて、BD Plus 14-4559系は、ポーランドに割り当てられる、 惑星系となった。このプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つで、ポーランド国内での選考、国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその主成に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、 BD プラス144559はソラリス、BD プラス 144559B はピアクスと命名された。これらはポーランドの SF 作家スタニスワフ・レムの作品や登場人物に由来している。ソラリスは話中に海洋惑星ソラリスが登場する1961年観光のレムの代表作ソラリスにピアクスは 1968年刊行の短編 SF 小説オーパーサイオーパイロシーパークシーに登場する宇宙飛行士の名前にそれぞれちなんで名付けられた。ありがとうございます。